はい、皆さん、筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジの、最後、第10週の、パーツ2です。今度は、2つの DP 問題を紹介したいと思います。この DP 問題については、重要なところが、どういうふうに DP テーブルを作るのかですね。DP テーブルの作り方によっては問題の複雑が完全に大きく変わりますので、あと DP なんかこの問題が DP だって言ってもテーブルの作り方に気をつけないといけないです。じゃあ最初はこの UVA1003 のカッティングスティックス、これはあまり難しくない問題ですね。入力としてはなんかこの棒があってですね、この棒が、サイズが1000センチまでのサイズです。で、この棒が、切りますですね。例えば、こちらがまず、この棒が100センチなんですけど、真ん中で切ります。ただし、切るときにコストがあります。そのコストが、残ってる右の棒、プラス、残ってる左の棒です。すみません。コストが棒のサイズがですね、だからサイズ100の棒をカットするとコストが100、このサイズ50の棒をカットするとコストが25ですので、カットの順番によってはコストが変わりますですね。例えばこの入力 に対してはまず25から切るとコストが100で、50を切るとコストが75ですね。これを置きました。これを描きましょう。これですね。はい、まずこちらでカットするとコストが100ですね。で次はこの75をこちらでカットするとコストが75で、残るはこの50残りますので、ここでカットするとコストが50ですので、こっちとなんか A、B、C の順番でカットすると全体のコストの合計が225。一方、真ん中からカットして、まあ、これもコスト100で、これはなんか仕方がないですね。でも、50サイズの棒の2つ残りますので、ここをカットするとコストが50。ここをカットするとコストが50。ですので、全体のコストが200だけとなります。ですので、このコスト、このカッティングのコストを避けたいです。じゃあ、まず、皆さん、自分でちょっとこの問題の解き方について考えてみてください。自分で十分やってから、ビデオを続けてください。はい、続けます。まあ、まず自分で、全端サークを考えてください。ですね。前端サーク、まあまあ、パイレットのように前端サークの、探索空間と、それで時間の複雑、アルゴリスムの複雑を考えてください。今回話したいのは、まあ、これは DP の問題なんですね。DP 臭いの問題ですね。ただし、DP といっても、正しいやり方と間違っているやり方があります。ですね。DP を考えると、まあ、これはコストですので、DP の授業だと、あとコストはよく DP テーブルに入れます。でも、これのコストは DP テーブルに入れると、DP テーブルは100のサイズがなりますので、で、N が50、ポジションは50ですので、このテーブルが 1000×50、50万。で、50万かけるテスティングがよく、まあ、N がかかりますし、そしていくつかのインプットになりますので、これは結構遅くなります。ですので、コストがそのまま DP テーブルに入れると、物足りない。ですね。だから、これは、DP テーブルの、書き方をもう少し考え直さないといけない。ですね。実は、これは何を変えてるんですね。入力は、まず一番重要なところが、カッティングポイントのセットですね。
セット A にしましょう。セット A が0から C1、C2、CN、N。これはすべての、カットポイント、プラススタートポイントとエンドポイント。で、こう考えると、コスト関数が出てきます。コスト関数 AIAJ が AI、かける AJ、AI-AJ、つまり、この棒のコストが、まあ、この棒のすべてプラスあの K のミニマルの、コストですね。つまり、この棒をカットすると、そして残った2つの棒をカットする。K のポジションでカットすると、あとコストが AI プラス AK プラスコスト AI です。これは再帰関数ですね。このコストが再帰関数。で、この A のサイズが50なので、この問題の、この問題の DP が、このコスト AIAJ で、行うと、50×50 のテーブルになりますので、結構ちっちゃなテーブルになります。ですね。1000×50 と比べて。ですので、DP をやってるときに、ゆっくり、どのテーブルが適切かなのかを考えましょう。じゃあもう一つの問題。この問題はすごい面白くて、これも DP の問題です。で、前の問題と同じように、テーブルの選び方が間違っていると、問題が解けられません。ですね。それはもう少し前の問題よりもう少し複雑な問題なので、これをゆっくり見ましょう。UVA の 1231A コーンということが、まあ、リスがあって、リスが木の上から木の下まで、走ります。で、走りながら、まあ、このどんぐりを、集めます。で、リスの目的は、なんか集めたどんぐりの、数は最大することですね。例えば、この真ん中から始めて、こちらにいて、2つ、2個は集めた。で、ここは3個、ここは4個。で、リスが、なんか隣の木が飛ぶことができますけど、違う木に飛ぶときに、ちょっと落ちますね。なんかこの飛ぶ間に、この段階をスキップしますので、このどんぐりを取れない。ですので、この3つのノックです。だから1つの木をずっと下がると、スキップしないけど、違う木に、飛ぶときに、その飛ぶのコストがかかりますので、その飛ぶのコストが考えないといけない。ですね。怖いですね。最初、トップオフデトリーから始めて、で、あと、1段階を下がることができますし、それとも木を変わる。ちなみに、隣の木じゃなくて、例えば1の木から3の木に変わることもできますし、1の木から100の木から変わることもできますので、木を変わるコストが同じです。ですね。ここはコストが2となります。では、木の数が、2000本までですね。ここは寸だけなんですけど、あと実際の問題は2000本まであります。で、木の高さが2000段階ですね。ここは10の段階があるんですけど、2000段階があります。で、ジャンプのコストが500までジャンプのコストとなります。まあ、これは、最適化の問題ですし、組み合わせもありますので、まあ、これは DP ですね。だから、皆さん、ちょっとビデオポーズして、この問題に対しての DP の解き方法を考えてみてください。はい、続きます。じゃあ、まずこの一つの、再帰関数を、考えましょう。ですね。このテーブルを考えましょう。アコーンテーブル TIH。つまり、高さ8までいて、TI にある、TI にあるアコーン。例えば、TI、T17 が1。T19、は2。T08 は0。T22 は0。ですね。まあ、これはデータ、入力データと考えられます。で、コスト TI0。なんか、まあ、0は上から考えますね。
あ、すみません、ゼロは下ですね。コスト TI0、なんか床、グラウンドに行って、キア、コスト TI0 が、あとアコーの TI0 となります。で、コスト TIJ が、アコーの TIJ プラス、マックス K、ノット TI を、コスト TAJ-1 とコスト TAJ-F。つまり、はい、この関数が何か言うか、この関数何かというと、ここにいるときに、ここまで集めた、どんぐりが、あと、ここと、ここと、ここと、の最大です。だから、ここからも、ここと、ここと、ここと、の最大。で、ここからと、ここと、ここと、ここと、の最大。ですね。だから、あと、最後のコストが、すべての木を走って、なんかそのコストを、最大となります。まずは、あと、これのポジションが自分の木の最大にして、で、次は、ここからを計算して、ここからを計算して、ここからを計算する。で、それは最後までを計算します。まあ、これは、結構簡単な DP ですね。ただし、この DP に問題があります。それはもう分かったでしょうか。この DP のテーブルのサイズがどれくらいですかね。それぞれの木に対して、なんかそれぞれの木のその木の、ポジション。つまり、この DP のサイズが、コスト T と、段階ですね。で、木の数が5000。で、段階の数も5000でしたね。木の数も5000だったし、なんかこれも5000だったので、これは 25×10⁶ ですので、これは結構大きなコストとなります。ですね。で、新しい段階、この MAX にも、すべての木をテストしないといけないので、実はこのアルゴリズムのコストが 5000×5000×5000。相当コストが大きなアルゴリズムとなります。だから、このすべてのキーをテーブルにキープする DP はちょっとかかりすぎ。じゃあ、どうすればいいですか？自分がこの DP を考えた場合だと、まあ、もう少し考えてみてください。はい、続きます。前の DP テーブルが AHT。となります。あ、かけるね。2000×2000× ハイトですので、2000×2000 なので、8ビリオンになります。ですね。だけど、ちょっとこれを簡単にしましょう。一つが、どの木でも、なんか、木は隣同士がないから、どの木からでも行くことができます。で、そう考えると、なんか、例えば、途中までに行くと、まあ、こういうふうな木があって、ここからも最適経路をいくつかを見つけました。で、ここから見続けたい。実は、ここから行くと、どこかベストがあります。すべてをキープするじゃなくて、ここまでのベストだけキープすれば十分です。なんか前の DP が、この段階のすべての木のベストをキープしましたので、これはもったいないので、ベストは一つだけをキープする。ですね。こうすると、テーブルサイズが一つだけ、DPH。なんか高さ H までのベストだけをキープしましょう。それはどんな感じですかね。まずは DP0 が、トップのアコーヌの DP のコストだけです。で、アコーの GA が最大の、アコーの GAI-1 とマックス IF。
つまり、あと、ここまでなんかこのベストが VPH が H の高さのベストを見つけて、で、次は次の H。次の H を見つかるときに、まず、こことこちらのベストを計算するだけです。これのベストとこれのベストだけを計算します。ですね。こうすると、あと次のどの木に行けばいいのかを、あ、すみません、これはちょっと切り汚くなりましたね。DPH があって、で、DPH プラス1を計算するときに、まず、同じキーにキープするか。ですね。そのコスト。もし、キーを変えるとしたら、ジャンプが J なので、DPH-J とすべてのキーに計算します。で、その2つのコストだけは十分です。ですね。これだけだと、この問題を解くことができます。じゃあ、次の問題に行きます。次は、UVA の29号ファットマン。これは結構面白いのですね。これはなんかちょっと DP からあと話が変わりますね。ファットマンが、あるロッカーには柱がいくつかあります。ここは柱1個が1つあるし、ここには柱があって、ここには柱があって、ここも柱があって。で、その柱の間に大きな人が取りたいですね。例えばこのサイズの方だと、ここが取れないですね。で、ここも取れない。でも、こういうふうなパスをすると、廊下を取ることができます。では、入力が廊下のサイズと柱のポジションが出てきます。そうすると、その廊下を取る人の最大のサイズを計算してください。それと解けるのかを考えてみてください。じゃあ、ポーズして。はい、考えましたか？じゃあ、この課題について少し話しましょう。まあ、この課題は実際に2つの、部分に分けてます。課題1。まず、R を固定して、そのサークルのレイディア、なんかその円のレイディアスを固定して、円のサイズを固定して、その R サイズの円が取るかどうか。それだけはもう面白い課題なんですね。どうやって、なんかこの R を固定して取るかどうかをどうやってテストする。で、次の問題が、1を解けた場合だと、じゃあ、最大の R を見つけるかどうか。ですね。これは実は全然違う2つの課題。じゃあ、まず2課題、課題2から解けましょう。1はもうなんか解けたとして、結構なんかあの R が固定した場合だと、取るかどうかをかあと早くあと計算することができると前提してください。では、2はどうやって解けますか？ですね。もしあの R を早くテストできる方があれば、あの R の最大化をするために、微分探索で早くできます。ですね。まず、R low が0、R high が W にすると、その真ん中、RL プラス H、R low プラス high 割に、をテストします。それは一つのテスト。で、まあ、これはテスト、もしこれが、パスできるなら、じゃあ、もう少し大きい R を試してみましょう。パスできなければ、じゃあもう少し小さい R を試してみましょう。ですね。フェイルでしたら、R、なんか R high が、
その R になって、なんかパスしたら R ローが R になります。ですね。で、またこのテストを繰り返します。これは繰り返して繰り返して、で、この課題の、4桁まで計算しないといけないので、R ローと R ハイの距離が 0.001 より小さければ、答えを見つけました。ですね。これはどれぐらいのコストかというと、まあ、これは微分探索ですので、100×、この0の0001ですので、まあ、この略はサイズですね。ログのサイズなので、ログ2の 100×10000 が20。だから、t が20回だけをテストすると、この問題を解くことができます。では、t が20回で走っても、あと、TLE にならない t が何でしょうかですね。みんなはそれをちょっと考えてみてください。じゃあ続きます。R が、まず、なんか2つの柱をパスする R がどうわかるかですね。もし、この2つの柱の間に距離が 2R より大きければ、これは R じゃなくて 2R より大きければ R がパスできます。ですね。で、このウォールも、このスペースがですね、この距離が2R より大きければパスすることができます。では、R がテストするときには、グラフ問題にしましょう。まずグラフ G を作ります。グラフ G の頂点がその柱です。ですね。で、なんか、柱の間に距離が 2R より小さければ、辺をつけます。その辺が、その人がパスはできない。頂点と頂点の距離が R より大きければ、パス、あと、なんかその頂点をしない。例えば、このグラフだと、こちらに、円を引きます。ここは R より大きければ引かない。これは R より大きいですので引かない。ここは引く。ですね。で、これも小さいので引く。これは大きいから引かない。これは小さいので引く。これも小さいので引く。ですね。これも小さいので引きます。ここも引きます。これは小さいので引きます。これも小さいので引きます。これは、このインプットに対しての、ある、このグラフとなります。では、パスできるかどうかの判定が、このグラフが下と上がつないでるかどうかですね。これはあっちのに、これは一つの大きな頂点ですね。で、これも一つの大きな頂点。これは P1 と、これが P2。で、P2 から P1 がパスがあれば、もしこちらがパスがあれば、この人が通れないという。パスがなければ、この人が通れるという。これはみんなわかるかな。ですので、グラフを作って、グラフを作った後に、ただ P1 から P2 のパス、最短経路じゃなくても BFS だけ、DFS でも、テストすることだけです。これはまず、グラフを早く作れば早いだろうですね。まあ、これはテストのコードです。テスト R をテストします。で、NB を作ります。ですね。で、NB の距離です。で、これは、その柱のリストで、ですね。これは N が柱、I は柱のリストで、全部、アペンドして、ですね。これはグラフを作ってます。なんかその辺があるかどうかを作ってます。で、あと、すべての柱の間に距離を計算します。距離が R より小さければ、グラフに入れます。で、グラフを作った後に、まあ、ここはグラフを作って、グラフを作った後に、DFS ですね。ただの Python で DFS を行って、パスできたかどうかをテストします。じゃあもう一つの似てるような問題を読みましょう。
これは714のコピングブックスです。コピングブックスの課題が、M 本があって、そして K スクライブ。スクライブがまあ本を手で書く人ということですね。で、K と M が500以内です。M の、なんかその M の本の中にそれぞれがページ数が PI。PI が1から、100万までですね。で、まあ、それぞれのスクライブが一つの本しか書けない。で、それぞれの本が一つのスクライブにしか書けない。ですので、本とスクライブをアサインして、一番、なんか、その、一番ページ数が多いのスクライブを少なくしたい。ですね。例えば、この場合だと本が9があって、スクライブが3つ。で、一つの分け方は、スクライブ1がこの本を書きます。スクライブ2がこの本を書きます。スクライブ3がこの本を書きます。なお、これでわかると思うんですけど、実は一番低いのは、例えば一つのスクライブが100と900、もう一つのスクライブが200と800なんですけど、この問題だとこういうふうなアサインはできないので、アサインするのはこの行、このアレイをカットするだけですね。ですので、例えば、こちらのカットが、1700と、1300と、ここが、1500ですね。でも他のカット方法、例えばこことかこカットすると、ここは600。ここが、1500。で、ここが、2400ですね。これはまあ良くないカットですね。じゃあ、これをカットするじゃなくて、こちらをカットして、こちらをカットする。こうすると、ここは900。ここは1500。で、ここは、10、20。これは1200。あ、2100。ですね。だから、これもあまりいいカット方法ではないです。では、皆さん、この問題の解け方を少し考えてみてください。じゃあ、続きます。この問題だと、まあ、動的プログラミングに慣れた人は、これが、まあ、動的プログラミングでいけるんじゃないかと思う人もいると思います。それは確かそうですね。この課題が動的プログラミングで解くことも可能ですが、今回紹介するのは、さっきのファットマンの問題と似てるような解き方を紹介しています。まあ、それは何かのテストプラス、微分探索です。ですね。つまり、もう一度微分探索とテストで、紹介したいと思います。なんか、なんで微分探索かというと、最大のコストですね。これは、500の本かける、1000万、100万ですので、100万かける50、これはログを取ると、微分探索が最大26回でテストする。ですので、なんか26回だけで、あと早くできるテストがあれば、微分探索がこの問題に結構いいです。ですね。じゃあ、皆さん、これは、この課題が微分探索で、tmax を考えてみてください。テストするのは、まあ、max のコストを考えて、まあ、この問題に対して max のコストを考えます。これをテストする方法だと、微分探索ができます。じゃあ、やり方を見せましょう。アイディアとしては、まあ、マックスコストを決めている。例えば、このインプットだと、最大が、1000、2000、3000、5500ですね。これの一番最大が5500ですので、やりたいのは、まず、2750以内
できる方法が探すですね。もし2750以内できるなら、じゃあ次その半分1375でテストする。で1375でダメですので、じゃあ次はその間ですね、この間だと、ここは7とここは7ですので、2000ぐらいかな。で、次は2000をテストする。で、それを繰り返しますですね。じゃあ、その2750はできるかどうか、どうやってテストできるか。実はこれはグリーディ法ですぐテストできます。アイディアとしては、これを、なんかこのテストしている部分を超えるときにカットする。例えば、ここはね、100、300、600、1000、1500、2100、2800。2800はこれを超えたので、ここにカットします。ですね。で、次は、ここね、なんか700と800と900。900が、700、800、900。これが、2400なので、ここでカットする。で、まあ、これは OK です。じゃあ次、1375、1400にしましょう。じゃあ次はテスト1400。テスト1400は、なんか、300、600、1000、1500。これを超えたので、ここに切ります。これは1000。で、次は1400。1100。これも1100ですね。超えちゃった。で、これをテストすると、これはもう、1500なので、これカットしましたので、1400はダメでしたので、テストを上げます。微分探索のテスト。まあ、このコードですね。sum が m より小さければ、もう一つの方を前に行く。ですね。で、scribe を、追加します。ちなみに、このコード、このまま実装すると、ウロングエンサーになります。なぜかというと、これはちょっとグリーディすぎるなので、このテストコ、こ、あ、さっきのテストケースが、これを、このケースを解けないです。さっきのプログラムが、100、100と100、100、100。こことのカットになりますので、このテストケースは、こちらのプログラムはちょっと変えないといけない。ですね。まあ、これの課題、この2つの問題、ファットマンとその本の、問題が、なんか、競技プログラミングにすごい役に立つなパターンを、見せます。それは、微分探索と、何かの早いテスト。早いテストがあれば、その微分探索はすごい便利になりますので、ぜひ、問題を見るときにそれを試してみてください。ですね。はい。では、この授業の最後の最後の、課題です。なお、この課題が、なんか、僕は細かく言わないけど、一つの大きなヒントを言うんですね。ブラックバードが BFS プラス TSP2 つですね。で、ファットマンがグラフプラス微分探索2つのアルゴリズム。で、このさっきの本の課題がグリーディ法と、微分探索2つ。これはあと3つの、同時に3つのアルゴリズムを使わないといけない課題です。これはアカルフアプローチ、飛行機についてですね。8の飛行機があって、で、その8の飛行機が、できるだけ飛行機と飛行機の間の、止まっているところが大きくしたい。ですね。例えば、絵で描くと、こんな感じです。この3つの飛行機が、飛行機位置が、0から10の間に止まることが可能です。飛行機2が、着陸することが可能です。5から15まで
着陸することができます。デッサンが10から15まで着陸することができます。で、着陸時間が決めないといけないんですけど、安全のためにその着陸時間ができるだけ大きくしたいですね。例えば、これの答えが、まあ、飛行機1は0で着陸して、飛行機3が15に着陸して、で、飛行機2が7.5で着陸する。それはなんか距離を最大回数ですね。最大の距離、ミニマル距離が 7.5 ですので、そのミニマルの距離を最大化するです。では、飛行機が3じゃなくて8まで行けるですね。で、この時間が0から1990まで行けます。じゃあ、皆さんがこれをどうやって解くのか、ぜひ、今月、まあ、あと12日までを考えてみてください。これはなんかこの問題が3つなんですけど、今日勉強した問題のすべてのなんかグリーディとか、テストとか、微分探索とか、いろいろな使ってますので、ぜひ試してみてください。じゃあ、今回の課題がこれです。まあ、ブラックバードがこれで説明しましてですね、なんかその TSP、巡回生物の問題です。で、カッティングスティックスとアコーヌが、DP です。フリーパレンテシスも DP の、考え直しことですね。だから DP のうまく考えれば、フリーパレンテシスを解くことができます。ファットマンとコッピングブックが微分探索プラス何か。で、この How big is it も、微分探索プラス何か。で、最後は、Careful Approach が、微分探索プラス B アルゴリスムプラス C アルゴリスム3つがありますので、ぜひ、試してみてください。はい、これはプログラミングチャレンジの最後です。皆さん、ここまで、一緒にいろいろな問題を解けてきてありがとうございます。これはまあ皆さんもう少しプログラミング能力が上がってくれると、いいなと思います。まあ、これはこのコースがちょっとまあ面白いと思った人が、思った人があったら、なんか、秋書きで Math for Computer Science。コンピュータ数学と間違わないでください。コンピュータ数学は日本語で、2年生のコースで、Math for Computer Science が3年生の英語コースです。これは英語なんですけど、このプログラミングチャレンジの内容が、理論的にほぼ同じなんですが、プログラムを書くときじゃなくて、そのアルゴリスムの裏、なんか正面とか、もう少し、数学的に、このトピックを見ます。だからまたグラフとか、総数の話とか、あと、なんかその、ジオメトリーの話とか、それはもう少しなんか理論的に、見ますので、ぜひ、見てみてください。OK、ウグラの実習の OK とください。では、これは、授業の、ビデオの終わりです。皆さん、ありがとうございます。